小池会長だいぶ打ち合わせもして、この原稿を見せてやったら、結局はいそうですか、うん、はい、いいですよ。そうとね、ちょっとついでに先生、なんかあの駅の前のところの土地を伊藤から借りたんだよね。借りたん、まあ、借地で、それと建物は自分で打ち上げたんだよね。そうだ、そういうことも親父はもう死んだ。会場にお集まりの皆さん、大変長い間お待たせいたしました。ただいまから第8回の国賠訴訟の報告集会を開催したいと思います。私は本日の司会を担当いたします、伊達判決を生かす会の共同代表の島田と申します。土屋さんを先頭にして立川基地の中の土地の明け渡し請求の裁判の中で、これに抗議するために基地に立ち入った事件から今年で65年目になります。私たち全学連の部隊は6月から砂川に泊まり込み、測量に抗議をする行動をとっておりましたが、7月8日の朝、アメリカ軍の立川基地の金網を踏み倒して何メートルか基地の中に入った、こういう事件から考えてみますと65年目を迎えます。そしてその田中幸太郎最高裁長官の不当な不公正な裁判に抗議するという意味で、この国家賠償請求訴訟を始めてからだいぶ長い期間が経つわけですが、今日は第8回目の口頭弁論でした。今日の口頭弁論、どういうことだったのか、そして今後どうなるのか、その辺のことについてまず弁護団の先生から報告をしていただきたいと思います。最初に細川弁護士からよろしくお願いいたします。弁護士の細川です。今日よろしくお願いします。座ってお話しさせていただきます。本日も多くの方に、裁判を傍聴しに来ていただき誠にありがとうございます。非常に原告の本人、また、弁護団の方も心強い、気持ちでおります。さて、今日の裁判の期日においてどのような主張を原告側が行ったのかということを簡単に説明申し上げます。今回、私の方から事務所面重要について、裁判の期日の際に説明を行いました。後半結構難しかったかなというようなところがあるので、もうごく簡単にご説明させていただきます。まずそもそも今回の裁判は原告の土屋さんをはじめとする原告はの、公平な裁判所による裁判を受ける権利を侵害されていたということで構成しております。で、どういう点で、公平な裁判所ではなかったのかという点については皆さんご存知の通り、砂川最高裁の裁判長である、田中幸太郎裁判長ですね。この田中幸太郎裁判長がアメリカ側に、裁判情報を多々漏らしていたという点で公平じゃなかったと。でさらにその最高裁の裁判長の田中幸太郎裁判長によって、裁判隊が構成されて、かつ彼がその裁判隊を自分の思うようにリードしていたのではないかと、そういうようなことから、公平な裁判所による裁判ではなかったというような主張を従前してきております。で今回はその主張をさらに、深掘りというかいうような主張をしておりまして、じゃあもともと本来はどうすべきだったのか、そしてそれが なぜなされなかったのかというようなことを主張していきました。で、本来はやはり公平な裁判所に裁判を受ける権利を、担保というか、それを担保するための制度としては裁判官の除籍忌避回避という制度があります。要するに不公平なことをしそうな、裁判官についてはその裁判から外れてもらうというような制度が、制度として、
刑事訴訟法の制度として設けられているということになっています。ですので、本来は田中幸太郎裁判長が、そういうアメリカ側に対して、情報を裁判長を漏らしているのであるから本来は田中裁判長が、忌避回避をなされるべきであったというふうなことにはなるんですけれども、当然当時は裁判情報が漏らされているということは、分かりようもなかったので忌避回避はなされなかったと。で、さらに本来は例えば普通の裁判ならば下級審の裁判所で、そういう公平な裁判とかを侵害されていた場合は上級の裁判所において、請求の棄却がなされるというような形が取られるんですけれども今回の場合は最高裁で差し戻しがなされて、下級審はそれに拘束されるのでそのため、棄却はなされなかったと、もちろん当時は裁判情報が漏洩されたという事実が全然分かってなかったからというところもありますが結局田中幸太郎裁判長が忌避回避されることもなかったし、差し戻された東京地裁、東京高裁、最高裁の差し戻し審でも棄却されることもなかったということになります。でさらに他に、刑事訴訟法においてどういうような、この公平な裁判所を公平な裁判を受ける裁判を侵害された場合にの救済手段が取られるかということですけれども、ここはちょっとかなり裁判所でも述べたように非常にややこしいんでごくシンプルに言いますと免訴判決というような判決が取られる手段が取られるというのが、簡単に言うと一つの手段としてあります。細かい話を言うと、刑事訴訟法に免訴という自由が免訴という、規定があってで、すいません、免訴という規定があって、それにそもそもその公平な裁判所違反がその免訴自由に当たるのかどうかという、議論もあるはあるんですけれども我々としては他の高田事件という裁判と比較して、公平この砂川事件の裁判でも免訴判決がなされるべきだったんじゃないかというふうに考えで皆さんもご承知の通り免訴を求めて再審請求を我々は行ったというところでありました。ただ、皆さんご存知の通り、再審請求も棄却されたという状況にあります。で、こういう状況からすると、本来、忌避回避されるべき田中裁判長が忌避回避されるべきだったのに忌避回避されなかった、さらに本来だったらその本来だったらというか行えるべきであろうが、不可能なんですけれども控訴棄却とかそういうような手段も取られなかった、さらに免訴を求めて、再審請求を行ったけれども、それも蹴られてしまったという話で未だに砂川事件の被告人、今回の原告ですけれども原告に関しては公平な裁判所による裁判を受ける権利というものに関する権利の救済がなされていないということを今回の記述で申し上げたというところであります。今までも公平な裁判による裁判を受ける権利を侵害されたというような話は従前訴訟の中でもしてきたんですけれども、今回はさらに、より深く理論的にも何て言うんですかね、進化させて、裁判所にいまだに、救済されるべき手段が取られなかったということでいまだに、被告人である今回の原告ですね、の権利が侵害され続けているというようなことを主張したという次第であります。以上です。ありがとうございました。それでは続いて弁護団の団長であります竹内弁護士からお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、竹内です。今日どうもありがとうございました。傍聴人制限が、解除になって100人法廷の100人入れるようになったんですよ。
今までは半分50人だったんですよね。50人になるとギリギリ、もう入るか入らないかって毎回毎回ね、結構いっぱいいっぱいだったんですが、ホルチャーとも出ちゃって大変だったんですが、一応会場になったので、入ることになって、まあ、ほぼ半分入って、たくさんご法廷としては立派に、傍聴に埋まったかなと思っていますが、まあ、もちろんまだまだ、溢れるに近いほど集まってもらうともっと迫力があるんですが、今日の集まり方、この暑さとかね、コロナ情勢の中でよく集まってくれたと思っています。ありがとうございました。で、今日行われたことは今一つの順、こっちの主張としてはね、こっちを出す主張としては今の公平な裁判所って何なのかという、ね、ところで細川さんに、論文的な事務所に書いてもらいましてやりました。で、今説明ありましたけども、一番まあ、端的に言うとね、公平な裁判所の裁判って何なのかということなんですよ。これね、最高裁判例があって、公平な裁判所じゃなきゃいけないのかという、そうじゃないです。変化の恐れなき裁判所、つまり公平じゃない恐れのある裁判所のことを言うんです。つまり公平か公平じゃないかなんていうのはね、その直接その測れるわけじゃないですよね。だからそういう問題なんじゃなくて、公平じゃない恐れのある裁判所。そうすると、じゃあどういう場合公平じゃない恐れがあるかというと、その利害関係をね、裁判官が持っていないという話 で、今回はまさに被告、被害者を称するアメリカ側とその接触をして、で裁判情報を出したり、裁判の進め方をね、あれこれその打ち合わせてるんですよね。これって公平、まあ公平じゃないと思いますけども、少なくとも公平じゃない恐れはありますよね。そういうことで憲法に違反しているというふうに言い込んでいるわけです。ということで、こういう裁判によって裁かれた、あとで分かったという話です。で、まだ今後その展開したいこととしては、この前申し上げたように、除斥期間というね、行為から20年経っちゃったもう不法行為の責任を問えないというね、民法の条文があるけども、それについては例外があるということが最近また広まってきてますので、そこをまた主張していきたいと思っています。で、今日の法廷でのやり取りを説明しますと、最初は被告代理人名前名乗れって言ったんだけどね、あれは彼らはいつも名乗らないんですよね。で、聞いてやっと分かったのは、一番向かって左側にいるのが星野っていうんだね。名前で言うと、序列で言うと2番目なんだけど、星野っていうのが一番トップに座っている。まあ、あれ裁判官、現職裁判官の問題ね。で、今はその裁判官の仕事を出向でもって法務省に来ていて、で、検事、法務省の検事として国の代理人として向こうに座っているという感じだと思う。なんだか態度が大きな雰囲気があったんで、かなり感じ悪いなと思ってましたね。前 その裁判官出身の検事はそんな態度を取ってなかったんだけどね、なんか今日はなんだかね、文通で書いてましたからね、なんか偉そうに座ってて、で、まあ、名前名乗らせて、あとで筋を調べます。はい、それで、あとは全体の進行としてはね、今日はだいぶ今後の進行について裁判官との間でやり取りがありました。まあ、見てて分かったと思いますけどね、まあ、まずもって調査嘱託の回答どうなりましたかと当然聞きました。で、まだ回答が来たという報告がないと、どこにも来たという話が来てない、こういう話ですね。で、大体前回の時に最高裁から外務省に出したところまでは裁判所も分かってる、外務省が先どこ行ったかもう全然わかんないというのは裁判所の最初からの話でした。そこから先は追跡できる、そういう仕組みがないんだそうです。というので、あとは回答待ちだという話だった。ただし一番最初の、ね、議論の時に、じゃあどれくらいその回答まで待ちましょうかという話があったけど、まあ、1年ぐらい待ちましょうかというね、そんな話がありました。過去の例があって1年ぐらい待ったけど来なかったという、ね、例が1個あったと。で、やっぱり1年ぐらいは待とうという話で、結局今日は、ね、ほぼ1年目なんですよ。昨年の5月の末にね、裁判所は嘱託を最高裁に出してるから、そこからスタートしてみるとほぼ1年になってるわけっていうんで、裁判長ももう1年となと、そうするとこの先どういうふうにするかということを、まあ問われている状況になっています。で、こちらはそれは分かっていますので、もう多分回答は来ない可能性が高いと思っています。まあ、どこで止まってるかは分かりませんけども、
一番悪そうなのは外務省でしょう、ね、外務省止まってるなじゃないかなと思ってますけどね。いやアメリカの、ね、方まで行けばね、アメリカがくるくると回すんじゃないかなという気がしますよ。このことが一番あの悪い利害関係を持っているのは日本国ですからね。日本国自体の外務省が止めているのは高いと思っているんだけど、だそういう実態、調査書を出したのに回答全然回ってこないということはやっぱり僕が止めている。誰かあのうちの誰かが止めてるということも私しか言えないけどね、外務省だった後は断言できないけども、私の推測ですが、でそうなると、じゃあそのあの文書がアメリカの公文書館にあったものかどうかということをね、証明しなさいということになります。本当はそんなことは国は知ってるでしょうと、でも国はそのあえて不知と言ってます、知らないと言ってますので、じゃあこっちが証明する役割ですよという話が裁判所から出てます。でその一つが調査承諾。なんだけど、で調査職とか回答もあるぐらい一発で分かる話で、でそれができないとなったら、ね、じゃあこっちはどうしますかって言われて、いつも言ってた二の矢をね打っていますで、文書を取ってきた人たちの報告書がありますので、それは刑事裁判最新訴訟請求の時にね作って出したものですから、あの刑事文の方には出してあるわけです。その写しを出してあります。でこっちとしてはその人たちの自問申請をね考えてますよというふうに言いました。そしたらじゃあいつ申請するんですかって話になっていきまして、じゃあまあ夏休み明けでと言ったんだけど、いやいやもう夏休みになっちゃうと裁判所2週間3週間ぐらい休みになっちゃうんでと言って、じゃあその前に出してくれという話で7月末までに申請書を出しましょうと。でその時に、申請はそれこちらそれだけじゃなく予定しましたので、あの中身についてあの中身自体は信用できないっていうね、うん、被告の方は言ってますから、その外交の文書ってそんな信用できないもんなんないでしょっていう論争をしてます。でそのことについてこっちがじゃあ立証しますよと、で外交関係 の知識経験のある人と言いました。裁判所は外交官、元外交官ですかというから一応そう言っておきました。でそういう可能性もあのこちらとしては弾がありますので、大体あの文書を翻訳した人はね天城直人さん、元外交官ですから、まあ、その人を一応念頭に置いてるんですけども、その他でもね、外交官、元外交官の人は、つてがありますので、場合によってはそちらでお願いするかもしれない。という、なんといってもその、ああいう外交文書、まさにその、アメリカ大使館からアメリカ国務省に送ったもんですよね。これは信用できなかったらね、世界の、ね、外交はね、吹っ飛びますよ。歴史もひっくり返りますよ。そんなことはあるわけないんだけども、ね、それを、外交の経験のある人から言ってもらった方がいいなというふうに考えています。もちろんそのこと言わなくて裁判所で、ね、正しく判断すればいいんだけど、それはどこで裁判所に繰り返すか分かったんじゃないですからね、そういう手を打っていこうという方針です。それと最後に原告の人たちの本人尋問をやらせてもらいますよということを加えました。というわけで一応ね、申請する予定の人は文書を取ってきた人3人、それから外交経験のある人が1人、それから原告本人、まあ、一応原告人3人ですけど、3人全員か2人かと考えてますから、そのぐらいのところで尋問をやっていこうという、そういう見通し、これを示しました。ということで、その申請書を出すとどうなるかというと、今度9月の下旬に日が入りましたよね。で、裁判所はそこまで考えて、そこで承認を採用するかしないか、ここの判断を出しますというふうになるでしょう。でその段階で、じゃあ採用されたら、じゃあいつ尋問をやりましょうかという話になる。そうすると9月下旬に採用決まったとして、まあ、最短で、そうすると尋問自体は12月ですかね、という段階、12月から1月ぐらいに尋問が入るという日程になるんじゃないかなと今思っています。で、そこでいろいろ中身についてはね、そういう論証の場合になっていきます。まあ、ただそこが、この裁判の山場です。そこで、裁判所が審証を取って判断を決めて、でまた判決に向かうということです。ですので最短でいきますと12月にこういう尋問をやる。でただこちらとしては尋問やってじゃあすぐ次判決するじゃなくて、それに基づく主張をもう一回出しますので、ただし裁判所はもしかしたら年度内に自分が判決書くという腹をくくってるかもしれない。そうなるとその裁判所に行って今回さなきゃいけないんで、今のところ私たちの観測ではね、あの裁判長は真面目にやってるなというのを思ってますので、まあ、あれあの後に来る裁判官は多分最高裁の回し者ですからね、
絶対ろくなことにならないと私は思ってますので、あの裁判所に書かすのが一番今のところ、まあ、ベタな判断かなと今思っているわけです。ただこの最高裁は本当に狙ってあの人を外してと思っているかもしれない、そういう事例はあるんですよね。あのなんか真面目にやってるとこうポンと外しちゃうという人事だってやりかねない、今回はそういう事件ですから、まあ、そこはでもね、やっぱり裁判所に今のところ書かす書かすしかないかなと思った。ただし、裁判所の一人の判断に全てをかけてはいけません。なんといっても私たちはこの法廷は全社会で法廷にするんだ、そして全人民で裁くんだ、でその力の中で裁判長もそういう発表を書かざるを得なくなる、これを目指してるので、裁判官に期待してるみたいな話は1ミリもあってはいけないのが私たちの裁判です。そういう事件です。被告最高裁ですからね、これは本当に。ということで今言った認定官の中で、この事態を世に広めていって、少しでもね、いろんな場でお話をして知ってもらう、またあのニュースなどもより広めて読んでもらうということに力を注いでいきましょう。皆さんのご協力を引き続きお願いいたします。以上。どうもありがとうございました。続きまして本日ここに2名の国賠訴訟の原告がお見えになっております。一人は坂田和子さん、57年の砂川闘争の時に被告になった坂田茂さんの権利を承継して原告になっておられます。坂田さんは鉄鋼労連日本鋼管川崎製鉄所労働組合の役員として砂川闘争に参加されました。それらの思いも含めて坂田和子さんの方から思いを語っていただきたいと思います。お願いいたします。今日はありがとうございました。今日はあの曽川弁護士のお話聞きながらちょっと復習しているような気持ちにもなりましたけれども、確かに田中幸太郎は、忌避回避されるべき裁判官であったし、地裁は差し戻しの地裁は免訴すべきであった、全くその通りだなと思いました。さらに再審請求の時に棄却されましたけれども、地裁段階では証拠は証拠として認められていたんですよね。そしてそれがにもかかわらず、高裁最高裁で棄却ということ でちょっと思い出したんですけれども、今あの裁判官の話もありましたけど、あの砂川再審請求の最高裁を棄却した裁判長は菅野博之でしたよね。でこの間この名前覚えがあるって思ったのは原発訴訟です。原発訴訟で国の責任を認めないっていう判決を出した裁判長が菅野博之です。あ、また こいつだねまたこの人だと思ったんだけど、あの友達とこの話をするときに、あのそういう判決を最初から出すような裁判官だったっていうようなね話をしています。砂川でもそうだったっていうような話をしています。で、田中幸太郎は忌避回避すべきだされるべきだったって言ったんですけれども、私は長年教師をやってきましたので、田中幸太郎っていう人物があの戦後文部大臣をやっていて、そこでどういう働きをしたかということも教育の 方面から考えても本当にとんでもない人で、教育職務を大事にするとかね、あと今私は大学で、道徳教育論とか教えてるんですけれども、道徳教育の復活にも大きな役割を果たした人です。あの戦前戦後を通じて、一貫して反共主義という、一貫してって別に褒めてないですけども、そこは本当にあの曲げない人で、でそのことと、砂川の判決と、それから、松川事件の時にね、あの法廷の外で言ってることは雑音だと思えっていうようなことを言いましたね。全部つながってる人だなっていうふうに思います。で、あとですね、あのこの間の相模原の方で、
大野北公民館というところで催し物があって呼んでいただいたんですけど、大野北公民館祭りっていうお祭りがあるんですね。そこプログラムを見ると社交ダンス教室とか手芸なんとかとか子供が遊ぶようなコーナーとか非常にこうほんわかしたあのコーナーがたくさんあって、すごく、地域のお祭りらしいな。でそのお祭りのプログラムの中にですね、ミニ講座砂川事件は今というのがあったんです。というかそういう講座を設けてくださったんです。でそこに行ってあのお話をさせていただいたんですけれども、あの自分は最近会社を退職したんだけれども、会社に行ってる間にはこういろんな政治のこととかね、社会のこととか話そうと思っても話す相手がいなかったと。それで退職したので、これからいっぱいあの社会のことを知りたいんですっていうことで来られていた、まあ、多分同世代の男の人がいて、私なんかの話なんですけど、すごく熱心にメモを取っておられて、あこういう人は一人でも二人でもこういう人たちにね広がっていけばいいなっていうふうに思いました。さらに、もう一つお話すると、私今さっきも言ったように、大学で教えてるんですけども、もう参議院選始まってますよね。で先週は主権者教育っていうのをテーマに話をしたんですけれども、そこでその学生のレポートを見て驚いたっていうか、去年も衆院選最中にそんな話してえっと思ったんですけど、国立の大学の教育学部の学生がですね、ほぼ選挙に行こうと思っていない、または大学2年生だから20歳とか、もう今18歳から選挙になりますよね、または行ったことがない、または行こうと思うんだけど全然わからない。でここまで主権者教育というのを受けたことがない。でどこに行ってどうやって選挙をしたらいいのかわからないと、こういう感じです。本当に驚きました。で私は小学校の教員だったんですけど、小学生相手にしてでも割と論争的なねテーマを取り上げて政治や社会についての学びをいっぱいやってきたんですけども、ほとんどそういうのやってないです。でこれは何ていうんですかね、他の国ドイツだったらジュニア選挙とかやってますし、アメリカでもイギリスでもこう論争を中心とした授業をやってますし、やってないのは本当に先進国で日本だけと言ってもいいような、でそれが投票率の低下にねつながってると思うんですよね。でもっと早くから主権者教育しなくちゃいけないし、でところがですね、全然その政治に関心ないのになぜか麻生太郎の講演とか聞いてて、で投票率が低いのは悪いことじゃないって麻生太郎さんが言ってましたとか言って書いてあるんですよ。それはね、なんか N 校っていうところで麻生さんが講演したんですけど、その内容は日本人が、日本の若い人がね、選挙に関心がないっていうのは悪いことじゃないんだよって言ってるんですよ。それは日本は安定してるいい国だから、で大変な国では政治に関心を持たざるを得ないみたいなこと言ってるんですね。それ学生から聞いて、麻生さんがこう言ってましたっていうので、それ聞いてみてこういうこと言ってるんだと、でびっくりして、で私は今日本はどうなってるかということをいっぱい資料を出して、いや日本大変なことになってますよって、安心して暮らしていけるから大丈夫じゃないですよっていうことをいっぱい資料を出して、明日講義をやります。でそうしないと本当に学生たちっていうかね、一番だってこれから教職について子どもたちに教えていくかもしれない教職課程の学生たちですよ。そういう人たちがその状態では本当にみんな何も分からなくなっちゃうし、みんな選挙にも行かなくなっちゃうと思うので、そういう話をしたいと思います。で去年もそうだったんですけど、15回のコマやるんですけど、その中の1回で砂川事件を裁判全部取り上げてこう説明するっていうのをやりました。で再来週ぐらいにそのコマをやろうかなというふうに思います。で今日の細川さんの話を聞いて付け加えることが増えたなと。で
今後のことも証人尋問とかね始まるとまた本当にこれから山場だって言ってましたけど、私もすごく楽しみになりました。また応援してください。よろしくお願いします。坂田茂の娘としてって言われましたが、実は坂田茂は子供4人いたんですね。いたっていうのは残念ながら一昨年すぐ下の私の弟が亡くなったので今でもまだおかしい3人います。で今日妹がちょっとこれも坂田茂の娘ですので、もし私何かあった時には影武者かなと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。続きまして原告の土屋源太郎さん、砂川闘争の当時は全日本学生自治会総連合全学連の東京団体の組織である都学連の委員長でございました。それからずっとこういう運動を戦い続けておられます。土屋源太郎さんから発言をお願いいたします。ちょっと分けるんだけどさ、家族さんの裁判所から相続人の認定しろって言う通知が来たんだよな、はい、ということもあるよ。先生もう時間でしょ。あ、すみません。先生時間で退席です。またちょっとごめんなさいね、マスクだと苦しくてダメなんで、今日ね暑い中本当にご苦労さんです。これだけ大勢のね皆さんが絶えずご支援いただいてるんで本当に感謝感激です。それでね、もうじきさっき島田君も言ったようにね、7月8日基地に入った時の日がもうじき来ますよね。23歳まもなく迎える22歳、大学5年生でした。まあなんていうかね、本当に青春時代でしたよ。砂川闘争もね、現地であれだけ戦えたっていうのを本当に今からもういろんなことが思い浮かびます。そしてああやってよかったなと今でも本当に思ってます。それでね、まあ結局最終的に罰金刑食らうわけだけど無罪になったのは、それで最高裁行ってああいう状況になるわけだけど、まあ2008年に新原さんが米国公文書館で文書を発見してくださって、それで新原さんとお会いして文書を見て、よしこのまんまこの問題を終わらせてくれない、まず情報開示をやろうと思って、当時の被告であった坂田さんや武藤君たちにも呼びかけ、それから私の命題の後輩やそれから当時学連で一緒に運動してた仲間にも呼びかけて、まず何よりも中流弁護意見とした立ち判決、これをもっともっと多くの人に知ってもらう運動をしようよと、それからこの田中幸太郎が裁判で非常にインチキな行為を行ったこの内容を明らかにするために文書の、日本における文書の開示請求をやろうよということで始まったのが9年3月ですよね。考えてみるとね、もう13年。それでね、当時ね最初に集まったのは大体30人ぐらいだったね。あの時にね
朝日新聞がね、小さいあのコラムの広告っていう行動記録みたいなものの中でね、この集会があるっていうことを書いてもくれたんでね、でそれを読んできてくれた人もいた。その一人が福川先生だった。で考えてみるとね、この13年間に本当に残念ながらね、その当初130人ぐらいいたんだけど、半分ぐらいの方がもう亡くなったね。残念だけど。それで当時僕が学園でいろいろ運動やってた時のこの会の仲間でもあったうちの5人中心にいたのが5人学園時代のやつがいるんです。そのうち4人が亡くなっちゃったもんね。私1人、例の事務局長の吉沢がほっとして亡くなって、本当にね、そういう意味でもね寂しいんだけど、でもね、こんなに多くの人が今度はね、またいろんな人がね応援してくれる、これが私の何よりも大きなやっぱり力になってますよね。なんといってもこれが私の力の源泉ですよ。皆さんのその一人一人の声援、一人一人の協力が。それで今度のね、この国家賠償請求訴訟も、まあ竹内先生の発案でもあったんですけどね、実際にね、入り口でこうされるかと思ったら、なんと今日8回目を迎えられた。これからまだまだね、2回や3回で終わるような話じゃなくなってきてる。これもまたね、まあ粘り勝ちというか作戦勝ち、ある意味では竹内先生を中心としてね、先生方の知恵と、まあそういうものにも助けられてね、やっぱり、ここまで来れてる。それと皆さんの何よりも応援だよね。もう今日もこれだけの人の来てるっていうことは、やっぱり裁判長にとってもね、これはやっぱり無茶できない。だから職者調査も応じざるを得なかったという背景があると思いますよ。ただね、裁判所とするとね、ご承知の通り、さっき加藤さんも言ったけどね、再審請求の時に東京地裁の裁判で一応いわゆる申し入れに対して棄却になったんだけど、その時のね判決の中でこの公文書に関して新証拠として認めるということをはっきり言っちゃったわけですよね。だからね、もう最高裁の事務局を含めた司法官僚ね、あれで相当当てたんじゃないかな。だからその後のね、もう東京地裁のもちろん判決内容もしっちゃかめっちゃかですよね。要するに証拠として認めると言いながら、もう理由にならないしっちゃかめっちゃか。それで東京高裁の裁判の時もね、裁判長の雰囲気がね、一度ね、どうもその証拠を認めてそれに沿った判決が出そうだっていうね、雰囲気がなきにしもあらずなんだよね。そうでしたよね。で、まあなんとも言えない、はい、まあこれは私の解釈、大体私は勝手に解釈するとかありますけど、それでね、どうもね、それで今度その高裁の裁判長、結果的にね、相当伸ばしに伸ばして結局棄却するんだけど、それもちょっとも理由がほとんどわからない。もう証拠には触れない一切。それでなんと彼はその後高松高裁の長官に永遠しちゃうわけだよね。だいたい伊達さんみたいな人がああいう判決を出した裁判長ってのは、さっき先生が見てだいたい追っ払われて
会社の裁判所とかその民事関係の裁判所 の, あの裁判に裁判官に移され移動させられるという状況です。ところがあの時の高裁の裁判長は高松高裁の長官ですよ。永田秘書が。それでなんと最高裁がわけのわかんない無罪犯みたいなそれも産業犯ですの判決文で売っちゃうというのはね、相当やっぱりあのね新証拠を認めたということが、まあ最高裁をはじめ司法側にとって非常にやっぱりまずいことなんだろうね。だから被告の政府側はね、不知不知ってバカみたいにね言い続けて、不知っていしか言いようがないんだろうね。だからやっぱり我々としては何しろあの証拠は現実のものとしてあって、その内容はこういうことだということをきちっとする、それがやっぱり裁判によって非常に大事になってきた。だから先生が言うように、もし今の職権調査が途中で握りつぶされているならば、逆にこれから実際にその文書をきちっと見つけてきた3人のまあ、ジャーナリスト、学者に証人出てもらおうということを考えているわけです。ですからね、やっぱりここがね、あれ今年のやっぱり暮れぐらいが一つ大きい山になっているだろうというふうに思ってます。大いに期待してもらっていいと思いますよ。それとね、この間もたまたまね、うちの記念集会で、わざと水島先生がお話しいただいた。その時にもね、水島先生が、まあ、この問題について触れた中で、ことに例の公文書館の文書について、その土手判決が59年の3月30日です。米国大使館がその日の夜、国務省宛てにこれこれこういうことで伊達判決が出て全額連職者を土屋源太郎以下が無罪になったという伝聞が送られているということは、本来ならば単なるうち地方な裁判所の決定がそんなに早く、またそれほどやっぱりいわゆるそのアメリカ大使館としても大事な問題だというふうに考えたということは、いかにこの伊達判決を持っている重みがあるかということも指摘されたし、それとご説明の通り翌朝今度は藤山とそれから笠大使と会って条約上交渉をするんだということを決めている。でいかにやっぱりこの米軍駐留が違憲だということが安保条約に大きい影響力を与えている。そしてそれに対して非常にアメリカ政府と日本政府が非常にそのそれに対してまあびっくり超えてというか、 そして田中幸太郎を何しろ巻き込んでもうおかしな裁判をさせる、統治行為になる、もういかさまのいいところのような判決まで出しているっていう事実、もう変化どころかで、ね、俺に言わせれば全くのインチサーバーですよ。でまあそういうことがねこれからの中で出てる。それと同時にね、水島先生がね講演の中でね、土屋さんね最初起訴だった時に戸隠委員長なかったら、それが全額離職者を仕上げるだろうっていうのはどういうことかなということはちょっと言ったんだけどね、実はこれね起訴された時戸隠委員長確かに、ところがね59年の3月の判決の時はねまさに全額離職者を僕の肩書きだから、彼らは米国の
大使館をはじめ彼らはきっとねそういう情報を掴んでるっていう証拠なんだね。だからそういう関心を絶えずしてるという一つの裏付けだというふうに思いました。ですからこれは今でも続いてると思います。日本側と一体となってね。ですからそういう意味ではねますます我々としては戦っていくという必要があるんだなということをつくづく思っています。で、まあいろいろ長く喋りましたけど、まあ、最後一つお願いありますというのを今日お配りしましたね。沖縄の選挙で岩井洋一さんが立候補してます。それで岩井さんにはね僕はもう長い宜野湾の市長時代からの付き合いもあったり、それからそれこそ我々がね沖縄で佐賀さんをはじめ何人かでね訪問沖縄行った時にも伊賀さんにお会いして伊賀さんからいろんなことを沖縄の状況をお聞きしたり昼飯までごちそうになったりいろいろしましたになりました。それだけじゃなくていろんな意味で協力していただいています。で私ども集会の声もしていただきました。で今回ね伊賀さん沖縄の一人区で自民党候補とまさに旧知事に近い状況で戦ってます。で我々としては投票権がありませんからなかなか応援できませんけどせめて何とか応援したい、そのためにまあ看板をしようじゃないかということを考えましてね、それでこういうチラシを作りました。でこのチラシについてね岩さんの講演会とも全部いろいろ細かい打ち合わせをしましてね、この選挙期間中でもこのチラシを配ったりすることは大丈夫だということですので、ただ問題はねカンパにあたっては個人名でないとまずいんです。団体名やなんかだと政治資金規制法等に引っかかっちゃいますから、あくまでも個人名で勧告していただくということですので、できましたらご協力をわずかでも何でも結構ですからしていただければ、それと同時にもう一つお願いは、できましたら今日それこそ3枚でも5枚でも10枚でもいいですからお持ち帰りになってお近くの方にできたらお配り願えればなおありがたいと思ってます。そこの入り口にチラシが置いてありますので恐れ入りますがご協力を願いたいというふうに思っています。いろいろ喋りましたが本当にいつもありがとうございます。おかげさまでなんとか戦いが続けられています。これからもぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。この国賠訴訟の原告にはあと一人椎野徳蔵さんがいらっしゃいますが、今日は出席になってませんけども、当時国鉄労働組合の青年部の活動家として参加された方です。でこれからあまり時間がないんですが、裁判というのは非常に難しい、言葉自体も難しいし、これからどうなっていくのかということもいろいろ疑問を持っておられる方もあるだろうと思うんで、少しの間質問をされる方、質問をお受けしたいと思います。司会をその間土屋さんにお任せしますので、質問される方ありましたら挙手をお願いします。私がマイクを持っていきますので。ね、それともう一つお願い、7月のね30日に私どものこの裁判が終わっての総括と、それからこれからの対応について7月30日に医科士会の会議をやります。で例年の通り、いつもの通り2時から自治寮で開催します。それでね、
その時にニュースを発行するんで、できましたらね、ここに参加している方はどなたも結構ですから、できたらね、そのニュースへ寄稿していただきたいんですよ。裁判見聞録でも、その別にこの今までの医学会の運動の中で感じることでもいいし、それからその他あの今の政治状況についてでも結構です。で、何でも結構ですけどね、できましたらね、そんな長い文章で結構ですから、短くて簡単なものでも結構ですからね、できましたら文章を寄稿していただければと思います。で、先はそこにいる事務局長の西尾のところと、それを場所は分かるよね、あやこさん。で、あやこさんの方と連絡をしていただいて、それでできましたら寄稿をしていただけると大変ありがたいので、よろしくお願いします。じゃあ質問、今日の裁判の冒頭で被告の正体というか、一応国なんですが、なんか名前になりましたよね。あの人たちの法務省の役人なんですか、それともそれ専門の 国が訴えられた場合にこう対応するなんかセクションみたいなのがあるいいかな。国が訴えられた場合に被告の、ね、代理になるセクションがあります。法務省に省その訴訟を担当する国がある、はい、そこに属している役人です。だからその基本的にその属している役人は検事です。検察検事、うん、ただしその普通検事なんだけど、その重要な事件についてはなんと裁判官が、ね、出向してくるんです。で、法務省に出向してきて、で検事と名乗って、で国の代理をやるんです。結構国を相手にする訴訟なんかだそういう人もいます。私行政訴訟多いから結構そういうのが多くて、大体1人ぐらいいますよね。で、本件はまさにその被告裁判最高裁だから、最高裁判所から人が来てます。明らかに1人はそうだし、もう1人そうかもしれない。一番右にいるのは法務省の平野役人です。はい、そんな構成です。ですから裁判官から出向してきて、法務省に出向してきて、で、国の代理にやった人間が、なんと任期が来たら、また裁判所に戻って、裁判長として壇上に座ることが何度もあるんです。そういうことがあるので、やっぱり正体を暴いておく必要がある。で、大体国の代理やるとね、みんな名乗らないんですよ。で、名乗らずに喋ったりするから、それを許すわけにいかないんで、いつも新しい熱が来たら、名前名乗れと。やるんです。私の場合は自分も名乗るからお前も名乗れとこうやってやってるただ名乗ったね。最初だいぶね逡巡したけど ね、 裁判長もなんかね名乗ったみたいなこと言って結局なりましたね。この件も最初からそうやってやってるんですよ。最初から裁判長から名乗ってくださいってなりましたけどね。はい、そういう意味でも真面目にやってる裁判長であるしで、名乗りましたね。あれの正体はまた調べてから後で報告します。多分裁判官です。はい、あ、よくわかりました。あと補足を少しします。細川弁護士のね話の中で、議事とか会議とか除籍とかだったでしょ。あれ少し説明しておきますよ。裁判官がね、自分が不公平な裁判をする恐れがある場合に身分を離れる方法があるんですね。議事ってやつは当事者の方からね、こういう不公平な裁判をする恐れがあるから禁止しますと言って外れろという申し立てをする手続きがあるんです。しかし裁判所ってやつはほとんどの裁判官企業は、ね、認めません。で、直接その利害関係でもない限り認めないというのは最高裁の判例です。だから自分たちは守っているんです。しかし不公平な裁判をする恐れっていうのはいろんなケースであるわけでね、法廷での訴訟式だったり、そういう中でその不公平な裁判をする恐れがあるというふうに認めることがあるんですよ。そういう事例は、ね、裁判所は認めません。で、私もそういうのでもいっぱいあって、最高裁だっていうのもいくつもあるんだけど、それはそれで分かってるんだけど、じゃあ禁止をするってことになってね、その裁判官に罰をつける。最高裁人事の中ではね、罰がついてると私は思いますね。その後の次の人事が
大体順調に少しいかなくなるんですよね。で、親っていうね、小さい裁判所に、転勤になったりする例もあります。でそういうのはあるんで、結果としてその記事にして、記事も絶対却下になるけども、しかしその裁判官が、その後ね、その法廷、その裁判体から外れるっていう、ね、効果が実際ある例があるんですよ。記事もそれやってくるので、半年くらいやってると、次、じゃあもう一回その裁判官が入ってきてやるときに新しいのに変わってたりしますので、結構こう確率はいいんです。だから本当に問題は忌避はやったのはいいと私は思ってます。しかし忌避するってことは結構ね、弁護士もね、ブラックリストになりますからね。この弁護士は注意しなきゃならないので、ね、はい、まあ、ご飯をやることがあるんですが、しかし、そのやるときには何か持ってやってます。ちなみに、本件の津波訴訟の裁判の最初の裁判ね、刑事裁判、あの時は当然、弁護団はね、気にしてるんです。田中幸太郎という人物は、まさに露骨な反共思想、むき出しの人ですからね、当然それは分かっていて、弁護団は気にしたんだよね。しかし、気には通らなかったっていう経過があります。だそのことでは気にしてるんだよね。だその時にね、こういうことやってるってことが分かってやね、もう一発で金銀は通ったと私は思いますよ。これを常識的にね、金銀は通った話だと私は思いますもんね。それは残念だったんだけど、しかし、弁護団が努力して金銀はやったんです。それからあとね、回避っていう制度があって、回避、自分、裁判官は自分からね、その裁判を回避しますってね、避けることができるんです。つまり、もう自分の親戚だったり、兄弟だったり、親子だったりした場合には、当然避けますよね。それを自分で避ける制度があるんです。だから自分がその不公平な裁判をするそういう利害関係があるとなんやね、回避できるんですよね、裁判が。しかし田中は回避しなかった。どん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 やっていながら、そして除籍っていう規定がまたあって、もう忌避じゃないけど、その当然その法的に配慮するっていうね、これはそのまさにね、利害関係が直接ある場合、その事件の当事者だったり、当事者の親戚だったり親子だったり、そういう人は、ね、除籍制度があって、それも当然その摩擦ではあることができます。しかし、忌避はね、どうしても不公平な裁判をする恐れという条件、条文があるので、恐れってやつは裁判所は認めないんですよね。よってその不公平な裁判をする恐れのある裁判官が いくらでも生き延びちゃっている。こういうことは許しておけないというのがありますね。はい、以上。それから、あと最後、ごちゃごちゃってやった話を補足しますわ。坂田さんはね、茂木さんのお子さんだけども、もう法定相続分は 100% じゃないんで、当然、その兄弟で割らなきゃいけないんで、そこはそれその通りなんで、で分割して、よってその罰金2000円のうち500円だとか、そんな話になるんだけど、そういうふうにね、その請求は直しなさいって裁判官、この前から言ってんだ、それはまあ直しますよと、まあ、要は金額じゃないからね。ただし、面白いのはその、ね、名誉回復のための広告、これはね、そのいくらその持ち分が少なくたって申し立てできるわけです。一人で全部できる。だそこは変わらずに申し立ては続けておりますので問題ない。その代わり罰金の金額は下がっちゃうし、はい、あと慰謝料もですね、10万円って言ってるのがさ、2万5000円になっちゃうかもしれないけど、そういうのは、ね、裁判官そのことをこちゃこちゃ細かいこと言うので、それは真面目に見てるなと私は思ってます。こんな規約する気だったら、うまく言わなくていいんで、ちゃんと言うことは言わせるということは出てるね。よってその最後に罰金予算があったかはね、特定しようって言ったけどね、あの別に嫌味ではなくて、確かに罰金を払った日から利息を払えってことは請求してるんだ。年 5% の利息を払えって、あの日から。そうそう、スタートの予算を払ってことははっきりしようとこう言われた。確かにそれはね、こっちも知らないの、知らない、わかんないけど、忘れちゃったんだよね。でだからその本当に国は当然調べれば分かるはずなんだけど、それどうしても言えない場合にはもう裁判確定した日からだと、こういうふうに言うつもりだけどね、一応はふうに答えてきました。ちゃんとごちゃごちゃして主張しますからって。確かに、利息をね、スタッフのように確定しなきゃいかんのは間違いない。そういう話を最後やってたんです。ほとんど皆さん理解できなかったと思うんで、そういう話です。以上。それでね、今の罰金の件だけどね、62年なんでね、最終支払いが決定と同時に、それでね、僕らも今更ね、こんな罰金刑で罰金払うなんていうことはね、
払いたくねえと思った。それ当時のね、弁護士の内藤先生に、まあ払わないとどうなんだって言ったら、まあ罰金刑に相当する労役で、まあ拘置されるかもしれないから、まあ払えば払った方がいいんじゃないかって言うから、まあそう思ってたら、うちのおかみさんが、まあちゃんと払いに郵便局から言ってくれたんですよね。だからいつかみさんが払ったかもわかんないし、もう先生に今もね聞かれても全然記憶なし。これはだから利息がいつから始まるかわかんないな。これは私は先生坂さんと私とまた支払った日にちがやっぱり違うと思う。かみこさんの聞いたら坂さん本人じゃなくて、どうも坂さんのお母さんが払ったようだからね、同じだと思いますよ。他に質問される方ありますか？はい、じゃあすいません。どうもありがとうございます。公務員が守秘義務ありますね。そうすると田中幸太郎の立場からして、外国人であるマッカーサージェニアにね、こういうことを言ったってことは、違法なのか、違法でないのか、ちょっと素人の私らだと分かんないんで、ちょっとそれを教えてください。はい、裁判官には裁判所法でね、当然その守秘義務ってありますよ。特にその内部のね、その裁判官同士で話し合って、結論決める。その時に、ね、話し合ったことがあるというのは、ね、秘密なんですよ。だからまさに田中幸太郎の行為は守秘義務に反してます。だから裁判所法違反です。だから当時と分かって、彼は裁判所の懲罰を受ける立場にあったんですよ。だからそれをやっている。だからそれはもう間違いないんで、だからそれはイコール無効の判決なのかというそういう関係ではないけどね。結果が当然そういう懲罰を受けるべき立場だったんですよ。だから当然その危機、されるべきだったし、この裁判には関わっちゃいけなかったよということが言えると思います。はい、ありがとうございます。他に質問される方いらっしゃいますか？それでは質問ではなくて、この回というか今の裁判のことについてですね、ご意見がある方、本当に貴重な意見皆さんお持ちだと思うんですが、短時間でこういうことをこれからの運動としてやったらどうかとか、そんな意見がありましたら 2,3 の方からご意見伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか？よろしいですか？それじゃね、一ついいですか？さっきね、加藤さん講演会の話しましたよね。それで実は私もね、この間去年から今年にかけて蕨とね、武蔵小金井と、それから今度立川とでね、話をさせていただく機会をいただいて、比較的ね、そういう会割合ね、若い人も来てくれるんですよ、今。ことに僕は戦前の生まれでしょ。だからね、戦時教育のお話からして、今まさにね、いろんな問題がやっぱり戦争に関する関心もありますからね。で、その話からいろいろして、今のもう伊達判決、それから砂川闘争の話もしてくるんですけどね、できるだけ今私たちができること、小鳥和子さんと私ができることっていうのは、やっぱりそういう場でね、話をさせていただけるということは何よりのやっぱり仕事の一つだと思ってます。ですからもし計画が困るところがありましたら、どんどん引っ張り出してください。費用についてはあまり考えないで結構ですから。
まあ、できるだけアトリドムとしてはそれに答えながらそういう話をする場をね作っていきたいと思っています。よろしくお願いします。それではちょっと和子さん、はい、今の土屋さんに付け加えてちょっと待ってください。私は土屋さんみたいに体験をね、自分の体験としてつながのことを語れない分、自分で調べて、いろいろ写真を貼ったりなんかして、ここのとこパワーポを充実してきましたので、ぜひ読んでいただければ、話をしたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、平山さんどうぞ。平山さん、今ウクライナ問題を含めて極めて重要な段階に日本の政治が来ていると思うんですが、皆さんに配らせていただいたこの草原ニュースのですね、後ろから2ページ目に伊達判決 の一部がありますので、そこに非常に重要なね、伊達判決の文章があるので、それをちょっと読み上げさせていただいて、それとの関係で今の、極めて深刻なね、日本における憲法重視という点での指摘な状況について一言発言させていただきたいと思います。後ろから、2ページ目のですね、左の行の、上から10行目ぐらいですかね、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を維持しよう、かっこ憲法全文、第2弾とする、すなわち戦争を国際平和団体に対する犯罪とし、その団体の国際警察部による軍事的措置と現実的にはいかに譲歩しても右のような国際平和団体を目指している国際連合の機関である安全保障理事会の取る軍事的安全措置等を最低限として、これによって我が国の安全と生存を維持しようとする決意に基づくものであり、単に消極的に諸外国に対して従来の我が国の軍国主義的侵略主義的政策についての反省の実を示さんとするにとどまらず、正義と秩序を基調とする世界平和の世界永遠の平和を実現するための先駆たらんとする、その次なんですがね、公園な理想と悲壮な決意を示すものだと言わなければならない。したがって憲法第9条の解釈はこのような憲法の理念を十分考慮した上でなさるべきであって、単に文言の形式的概念的に把握にとどまってはならないばかりとなく、合衆国軍隊の我が国への駐留は平和条約が発効し連合国の占領軍が撤収した後の軍備なき真空状態から我が国の安全と生存を維持するため必要であり、税調をやめないとする政策論によって、左右されてはならないのであると。でその次のところで、憲法上外国軍隊は駐留することはできないということを明確に言ってるんですよね。それで今率直に言って自衛隊活用論っていうのがあるわけですよ。で自衛隊活用論ってもし攻められたらどうするんだということからに、負けてるんですね。攻められないようにするという憲法の理念ね、この今最初に、伊達判決で、示された、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を維持しようということは戦争をしないということですよね。戦争を しない、ためにどうするかというそういう、土俵と、もし攻められたらどうするんだという土俵と土俵のぶつかり合いなのに、もし攻められたらどうするというまさに政策論ですよね。それでもって自衛隊を活用するんだという言語道断なね、そういう意見が100年間反戦の政党であったというね、政党からすら出ていると。
極めて優秀、これは解釈改憲だと思うんですね。だから自衛のための戦争は戦争じゃないとかね、もう奇弁も奇弁、そういうことが今言われてるんですね。ですから今もちろん参議院選挙ではですね、そういう政党も含めて明文改憲を阻止するということが最大の、焦点であるから、そういう問題については今必ずしもね、前面に出すべきじゃないとは私は分かっております。ですからそういう明文の改憲、自公、維新、国民民主なんとか言っている、そういう明文の改憲について、阻止するためにどうしても明文改憲反対の人たちが、議員が増えて3分の1以上どうしても取らなくちゃいけない、そうしなければ後の3年間の間に改憲されてしまうと。で今回の選挙が現行憲法最後の選挙になってしまう危険すら、だから今度の参議院選挙で明文改憲を阻止するためには、今最初に私が申し上げたような問題についてはとりあえずは残念ですね、残念というか封印してですね、明文改憲反対の勢力をやっぱり増やさなきゃいけない、これはもう必死にやらなきゃいけないことだと思います。しかしやっぱり解釈改憲ですね、なんて言うんですか、国の公選権はこれを認めないという条項が明確に、あるんですね、憲法第9条に。ところが国の公選権、自衛でも公選には違うんですよね。自衛戦争ならいいんだと、自衛は正当防衛なんだと、無条件降伏する気なのかと、そういう土俵にですね、もし攻められたらどうするんだと土俵に乗っかっちゃって、攻められないためにはどうするかという、そういう発想がないから、例えばですね、自衛隊を災害救助隊にするとかいう、そういう国際災害救助隊にするというような解散してですよ、もちろん。そういうことによって、例えば中国の災害とか朝鮮の災害なんかに救援に行くような平和活動によってですね、戦うことがないようなことにしなくちゃいけない。で尖閣列島とかそういうものに対して過度にですね、中国の動きがけしからんということを過度に言ってですね、すでに実効支配している日本があるわけですからね、尖閣諸島の問題で過度にそれを主権を主張することとか、過度に中国を批判するとかですね、私はもちろん中国について非常に批判すべきことは山ほどあるけれども、しかし過度にしている面もある。朝鮮に対してだって同じように過度にやってると。例えば国連憲章決議っていうのがあるけども、これは核保有国5カ国がですね、拒否権を使わないから、ロシアもね、だから5カ国でもって自分たちは核は持ってもいいのに、お前たちが持ったら制裁すると、両方とも持たないようにする以外ないのに、俺は持ってもいいがお前は持っちゃいけないという、それで制裁するというようなね、社会的に全く不公平なんですね、不正義が通ってて、朝鮮のロケット実験について制裁すべきだというようなことを、まとめてもちょっと短い、まあ、そういうような今の状況もこれ以上述べませんけども、いずれにしろね、これ以上ね、解釈改憲を進めさせないためにもね、伊達判決の先ほど述べたことも含めて、伊達判決の内容をですね、もっともっと国民に、広めていくってことが必要なんではないかということを私が申し上げて、少し長く失礼しましたけども、お詫びしたいと思います。以上です。ウクライナの問題については省略いたします。どうもありがとうございました。それでは最後に伊達判決を生かす会の事務局長から、この会のこれからのことについて一言発言をお願いいたします。今の熱い語りを聞いていたら、自分の喋ることを
頭に出てたつもりを忘れちゃってすいません。4点私の方からご連絡させていただきます。まず1点目なんですが、先ほど土屋の方からお話がありました、リハさんを支援する、チラシなんですけれども、受付のテーブルにまだたくさん残ってますので、できればお友達お知り合いにお渡しする分をごっそり皆さん持って帰っていただけると大変ありがたいです。無駄にしたくないのでぜひよろしくお願いいたします。それから、受付にこちらもあるんですけれども、署名のご協力のお願いです。いつもこの裁判を支援してくださっているいわき市の方から署名ぜひお願いしたいということで送っていただきまして、今日受付の方に置いてあるんですけれども、原発事故被害いわき市民訴訟というのが今なされ行われております。先ほど、坂田さんも言ってたんですけれども、裁判、原発関係の裁判すごくたくさんあってすごく長く続いてるんですけれども、高裁の方、最高裁の方で、国や東電の責任を認めないというような判決が出てくるようになっています。でこちらのいわき市民訴訟というのなんですけれども、福島県いわき市に住んでらっしゃる1500人の方々が原告となりまして、福島第一原発事故の影響で、なりわいを失ったとか、精神的な被害とか、避難を余儀なくされたとか、いろんな、被害を被ったということで、27億円の損害賠償を国と東電に求めて裁判をしているんですけれども、昨年の3月26日に、福島地裁で出された一審判決では、27億円の損害賠償に対して2億円の損害賠償、賠償払いという判決が出まして、これを原告団は不服として今、控訴しております。ところが、この前ですね、今仙台高裁の方に、行ってるんですけれども、仙台高裁の方が次回7月20日の裁判でもう結審するというふうに通告し言っているそうなんですね。それに対して弁護団、それから原告の方はまだまだ専門家、それから原告の意見陳述しっかり聞いてほしいと、もちろん早期結審は望みたいんだけれども、それにはまずこちらの話をしっかり聞いてほしい、なのでしっかり裁判を公正公平にやってほしいということを訴えてまして、いわき市民の34万人ですか、その10分の1、約3万4千筆の署名を今急遽集めるということをやっております。7月20日の裁判までにもう裁判所に提出しなきゃいけないので、6月30日に取りまとめなので、もうすぐなんですけれども、できれば皆さんにもご署名をご協力いただきたく送ってきていただいてますので、今受付に置いてあります。もうすでに署名していただいた方もいらっしゃるんですけれども、2つ並べてありますので、もしまだの方がいらっしゃいましたら、できればご協力いただけると大変ありがたいです。それからもうあと2つなんですが、先ほど土屋の方からもお話ありましたけれども、ニュースレター第9号ですね、次は第9号が出るんですけれども、もし皆さんの中で裁判傍聴期ですとか、査定判決に対する思いですとか、今の政治情勢、社会情勢を踏まえてのいろいろ考えとか、ちょっと文章を書いてみたいという方がいらっしゃいましたら、私にお声掛けいただけますと大変ありがたいです。もしくはニュースレターに私の電話番号が、携帯番号が書いてありますので、そちらにショートメールでも電話でもいいですので、いただければ大変ありがたいです。それから最後なんですけれども、伊達判決生かす会は定例会を毎月原則1回行っております。ただ今選挙とかいろいろ忙しかったりするので、次回が7月の30日土曜日の午後2時から自治労会館の3階であるんですけれども、予定してます。もし定例会に参加してみたい、オブザーバーでも構いませんので、参加してみたいという方がいらっしゃったら、7月30日土曜日の午後2時に自治労会館ですね、そちらの方にいただいてもいいですし、先ほどの西尾の電話番号の方に電話をくださっても構いません。それ以降の会議でもいいですので、見学でもいいですので、よろしくお願いします。これで4つ話しましたね。はい、今日は本当に
国書の中、お暑い中、ありがとうございました。そして参議院選挙も始まって、本当は皆さん大変お忙しいと思うんですけども、そういった中、こちらの方においでいただきまして、ありがとうございます。いつも皆さんに支えられて、ドタバタでいろいろ至らないところあるんですけども、来てくださる皆さんにいろいろお声掛けいただいて、助けていただきながら、やっております。本当に感謝しております。皆さんが来てくださらなかったら、こんなにも盛り上がってないと思うので、本当にいつも感謝しております。どうもありがとうございました。